君が瞬きをする音、目をそらした音さえ、こんなにもたやすく聞き分けてみせるのに。時に病名は何としましょうか。誰も知り得ないはずの心なんてさ、期待もしないよ。寸分の狂いだってない、正確に記録された。ジグザグにそれ以上意味はないはずだもの。故にどんな顔して笑おうと、カルテに書かれないことは信じるに値しないんだ。それが全て。塩を吐いてる、塩を吐いてる、それだけ。曖昧なものだ、見えないものだ、最適な治療法などどこにもない。あね、感情の判断はどうしたらいい、心境の分別はどうしたらいい、証明書もない不明よが偉い相手は、脈を包んだ安寧も安楽もどうだっていい、後悔の人生だ。叩いたことずて、私はいつまで忘れてるつもりだろう。明日をつないだ指で取りこぼしてきたものを数えてしまう虚しさのままに。塩を吐いてる、塩を吐いてる、本当は乱暴に君が触れてくれたら、ぽっかり覗く空白も埋められる。これが正体、表情にメスを入れてしまう。愛情はどうやって燃えてしまう。解剖できない手術台じゃ答えなんてさ、わからしないよ。数式で一切を証明しない、心という名前したらいい。感情の判断はどうしたらいい。